知事から説明があります。よろしくお願いします。はい、まず平成28年度大阪府地震津波、災害対策訓練の実施についてです。来週の1月の17日に市町村防災関係機関のご協力をいただき、地震津波災害対策訓練を実施をいたします。阪神淡路大震災から今年で22年目を迎えます。この大震災をの教訓を風化させることなく、南海トラフ巨大地震など今後の災害対策に備えていきます。今回の訓練は平日の午前10時に南海トラフを震源とするマグニチュード 9.1 の地震が発生、区域の大部分で震度6弱の揺れがあり、3分後に大津波警報が発表されたという想定です。まず午前中には大手前庁舎と先島庁舎をテレビ会議でつなぎ、府災害対策本部会議を開催します。私が本部長として指揮を取ります。会議冒頭に私から府民皆さんへ、避難呼びかけの緊急メッセージを発信をします。また全部局に対する情報収集や援護要請の対応を指示します。午後からは万博にある北部広域防災拠点から、高槻市、茨城市、摂津市へ、救援物資の配送訓練を行います。また大阪府体育会の協力を得て、鶴見緑地において陸上自衛隊の受け入れ訓練を実施をいたします。その他岸和田市中央公園で DMAT や消防など関係機関と連携をし、ヘリコプターにより怪我や病気の方を広域搬送をします。府民の皆さんが万が一の災害に備えて、この機会に避難ルートや備蓄物資などの再点検をお願いをいたします。次に支援学校などの就労、支援の研修についてです。支援学校などでは職業コースの設置や企業と連携した職場実習の充実など、障害のある方の就労支援に力を注いでおります。この度セブンイレブンジャパンのご協力をいただき、初めて企業の研修センターにおいて生徒および教員に対して販売接客に関する研修を実施をいたします。同社は知的障害者の雇用に積極的に取り組んでおられます。今回の研修を通じ、同社の障害者雇用や人材育成のノウハウを学びます。お客様やへの接遇やレジの扱い方などについて、販売や接客のプロの視点から障害に配慮して考案されたプログラムによる実践的な研修となっています。教員にとっても企業の研修カリキュラムに触れる貴重な機会であり、今後の就労支援に役立つことを期待します。府は公民連携デスクが多くの企業とネットワークを築いています。新たな業種の企業にもご協力をいただき、研修のバリエーションをどんどん増やしていきたい、こう思っています。次に部長公募についてです。部長公募の結果を報告をいたします。商工労働部長、環境農林水産部長および住宅まちづくり部長について、府職員および外部の方から広く募集を行い、合計12名の方の応募をいただきました。書類審査での一次選考、有識者を含む面接、個別面接での二次選考を得て、先日私が自ら最終面接を行い、合格者を決定をいたしました。商工労働部長のポストの合格者は西田純一氏です。三井物産株式会社での勤務を経て、平成24年4月に大阪市西淀川区長に就任をし、平成28年4月からは福祉と推進局、福祉と企画推進担当部長を務めています。年齢は現在61歳です。環境農林水産部長のポストは、府民文化部の都市魅力創造局長を務めている竹芝清治です。年齢は現在58です。住宅まちづくり部長のポストの合格者は、住宅まちづくり部議官を務めている山下久義です。年齢は現在58歳です。商工労働部長の合格者の西田氏は、民間企業における豊富な実績と、府の商工労働行政に対する熱意や意欲を評価しました。環境農林水産部長合格者の竹芝都市魅力創造局長は、環境農林水産行政に関する見識や施策の実現に向けた意欲を評価をいたしました。
住宅まちづくり部長合格者の山下住宅まちづくり部議官は、まちづくりや住宅施策に関する豊富な実績や意欲を評価をいたしました。どの部長ポストも大変な職責でありますが、4月から海のために積極的に取り組んでいただきたいと思っています。僕からは以上です。それではご質問を受けしたいと思います。まずはじめに幹事社の毎日新聞の牧野さん、よろしくお願いします。毎日新聞の牧野です。よろしくお願いします。まず地震の訓練なんですけれども、これ例年行っていらっしゃる訓練だと思うんですが、今回新たに取り組むことなどございますでしょうか。今回新たに取り組むこととしては、部隊展開訓練では昨年の後方支援活動拠点の受け入れ計画を策定をいたしました。鶴見緑地で実施をするということ、また災害医療訓練では、臨時医療施設を初めて空港以外の岸和田、中央公園に設置して実施をする。さらに、救援物資の配送訓練では北部、広域防災拠点から三島地域における各市の、物資集積場へのルートの確認などを実施をします。地震関連でですね、万博の会場候補地の夢洲の地震対策についてお伺いしたいんですけれども、南海トラフの巨大地震が発生した時には夢洲も大きな揺れが予想されますけれども、液状化などの恐れはないのでしょうか。夢洲 の埋め立て、の埋め立て度はですね、この粘土質 の土を使っているということと、それから、建築 その残土、こういうのを混ぜて使っている、こう埋め立て、埋め立て土ですから、比較的液状化はしにくいと。それから、今の夢洲の、地盤高は津波想定の高さよりも、3.7 メーター、上回っていますんで、津波に対しては、強い地盤であると、こう思っています。実際、開催が実現するに向けことに向けて、で安全対策っていう避難であるとか、より安全な耐震化です、建物耐震化ですとかっていう安全対策はどのように検討されていくご予定でしょうか。これはこの今後施設の具体的な配置とか、そういう建設計画が出来上がってきた時点で専門家の皆さんの意見を聞いて、安全に安全な夢洲の基盤整備をしていきたいと思っています。先ほど調査で行ったように、新たにこう専門家による 検討会みたいなものを作られるイメージでしょうか。これは実際に、夢洲に物を建てていくということになったときには、従来普通の、超高層ビルでも建てるときには新たに地盤調査もやりますでしょうから、そういうもう従来の手法と同じように、その地震に対しての対策はしっかりやっていきたいと思ってます。次にセブンイレブン の就労研修なんですけれども、この研修をきっかけに支援学校の生徒をセブンイレブンさんがこう採用していったりっていう雇用につながるということはあるのでしょうか。お聞きになっていれば教えてください。セブンイレブンジャパンさんは現在も障害者の雇用をいただいておりまして、2016年 の実績は約30名なる見込みです。今後も個人の適性に応じて、採用をしていくということを聞いておりますので、今回研修することによって、その障害のあるそういう生徒たち、もう非常に勉強になると思うんでね、そういう中で、
そういうセブンイレブンさんからの、あの雇用というのも見込まれると思っています。あと公募部長に関してなんですが、商工労働部長が、民間出身でかつあの大阪市の区長も経験されているということですが、あの特にあの仕事としてどういう仕事を期待したいというのはありますでしょうか。いや、これはもうあの商工労働行政、に対してね、まずは民間出身で、まあ、商社出身なんで、大阪の中小企業の皆さんにどういう、 こうバックアップを大阪府がすることによって、まあ、中小企業が世界に対して物を売れるような、こう展開を作っていくというところは期待しますね。それと、労働行政の部分についても、まあ、区長ということで地域の身近なあの人たちとさまざま労働環境についての問題点とかも西淀川区で聞いているということ、これ面接の時面接の時にそういう話もありましたんでね、より具体的に、そういうこれからの、まあ、今国でもやってる働き方改革の中でね、要は企業のポテンシャルをこう落とすことなくね、働く環境を改善をしていくということをぜひやってもらいたいと思ってます。幹事社から以上です。じゃあ次のご質問お願いいたします。朝日新聞の矢吹です。今年もよろしくお願いします。はい、公募部長についていくつか伺いたいんですけれども、お三方、父が自ら最終面接を行われたとのことなんですが、いつ頃やられたんでしょうか。12月の、いつやったのね。末やね。12月末。この商工部長なんですが、区長の経験、そして福祉と推進局での、経験というのは、この商工部長という職に対しては、特に福祉との方っていうのは何か期待される部分がありますでしょうか。いや、まあ、福祉との方はこう役所 の、まあ、大阪府の職員の皆さんとこう人間関係を構築する上ではその組織の一員であったということは非常にいいと思いますよ。区長の時代はやっぱり府 の、 メンバーとはなちょっとその人間関係を作るということになってないんでね、だからまあ、組織に入って福祉と推進局 の、 部長をやってきた1年間というのは、まあ広く大阪府政のいろんな仕事をこう、まあ、見て吸収してたっていうのが1年間のもう彼にとってはいいことなんじゃないかなと思いますね。この件に関しては採用決まった後であったり前であったり吉村市長と何かお話をされたことってあったんでしょうか。いや、してません。府市一体で行政やっていきたいという中で、こうやった市から府にこう幹部が移るっていうこと自体は、知事はどういうふうにお考えでしょうか。いや、もうだから大阪府も大阪市もありません。大阪は今組織としては一つです。まあ府庁職員も、市役所職員もね、これはもう僕と吉村という2人 の、 部下だという思いで仕事をしてくれているもんだと僕はそう思ってます。今後もそういう余地がありますでしょうか。今後その例えば市長とのパイプであるとか、商工に、関わって市と何か調整をお願いしたりすることになるとか、そういった可能性もあるんですか。いや、もう今今申し上げたようにもう大阪府も大阪市もそんな垣根は取り払ってやってるわけですから、これからも大阪府大阪市が一体で大阪を良くしていくと、大阪の行政をしっかり進めていくということです。ありがとうございます。次のご質問。共同通信です。関係連の新会長にですね、住友電工の松本さんの名前が、まあ、なっていたようでして、万博の旗振り役と期待もありますけれども、知事としてどういうふうにご覧になっていますか。いや、もう非常に期待を、させていただいています。松本さんとは、マラソンでね、非常にお世話になってるし、
対世界に対しても、まあ、住友の連合というのはやっぱり世界の中でも有数のそういう企業ですし、名前も売れてますし、ぜひ、これから関係連会長としてね、大阪経済界、関西経済界を引っ張っていってもらいたいと思うし、万博についても、ぜひご協力をお願いしたいと、まあ、ご理解はいただいていると、そう僕は感じているんでね、万博についても協力をいただけるもんだと思ってます。これまでその万博についてその個人的なやり取りといいますか、いや今ないです。あと万博に関連してなんですけど、先日官房長官と会った時バッジなんかもらわれていると思いますか、うん、あれは大阪府でも何かこう取り組み使うんでしょうか。まあ、あれね、まずはね、今観光局であれ作っていただいたんです。でこれも政府からね、もうこの年明け早々から、こう大臣だとか副大臣政務官が世界にいろんな形で出ていくのでね、外交に世界に出られるんで、その時にもうやっぱり世界から見たら大阪っていうのは知名度が低い、いや実は大阪というところはこういうとこなんだよということで、大阪のその説明をね、こうやりやすいようになんか象徴的なもの作ってよということなんで、観光局でまずバッジ作ってもらいました。で数が300しかまだできてなかったんで、まずは政府にお渡しをしたと。で大阪府側にはまだ今制作中で届いておりません。だからこれ届けばもう、大阪の、そういうまあ行政のメンバーはそうですけども、万博に協力いただいているいただける方にお配りさせていただいて、機運を盛り上げていきたいこう思ってます。パンフレットも制作していると聞いたんですけど、それも同様に、もう同様に出来上がっております。英語の英語バージョンね。わかりました、うん、次のご質問。 NHK 菊山です、うん、今関係連の新会長の件で知事は万博について理解いただいていると思うとお話したと思いますけど、うん、なんか どういうところを理解してもらっているというふうにお感じになっているのか、今後、まあ、新会長とお会いになるような予定はあるのか。いやこれも正式に執行就任 されればお会いしたいと思っていますよ。まあでももう何度もお会いしてますからね、これまでも関係連会長っていうよりも、まあマラソンの会長であったり、それ以外でもこれまでも経済界の幹部だったわけですからお会いしてきてるんで、大阪の、今我々がやっている経済界の皆さんと一緒に取り組んでいる、大阪の、まあ、にぎわいづくり、それから大阪の経済成長、こういうものについてはご理解いただけてるもんだと僕はそう思ってます。次のご質問をお願いいたします。日本経済新聞の種田です、はい、同じく松本さんに関する質問ですけども、関係連の副会長としてこれまで、まあ、地方分権の推進とか産業振興の担当副会長されてこられて、まあ、尽力されてこられたんですけど、この2分野について何か期待する部分というのは具体的にございますか。いや具体的にというか、もうこれまで通り活動を続けていただきたいと思ってます。やっぱり地方分権というのは我々も全くその目指していく方向性は我々と同じなわけですから、関係連会長として、これからもやはり国に対してその分権の必要性というのを、打ち込んでいっていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか、うん、
知事として伺いたいんですけれども、天皇陛下の退任ともなって新元号が再来年の元日からということの報道が出ていますが、行政を預かるお立場として、新しい元号がどのようなタイミングで発表されて、どういう形で運用されてほしいかというお考えがありましたか。お願いします。いや、お考えというか、もうこれ、まあ政府の、発表ではそんなことは全く、検討していないという、話だと思いますんでね、これはもう今日産経新聞に出てたものだと思いますけど、政府からはそういうことを今、その訴状に挙げて、ないということなんで、これはもう大義がしっかり決まればね、まあ国において判断をされるもんだと思います。で、僕はその元号というのはこの日本の文化、歴史文化を守っていく中では非常に大事だと思うんですけど、まあ役所のいろんな工程管理とか仕事する中では、僕自身がたまに思うのは、もう西暦で、そういう仕事上の年月は西暦で、やった方が分かりやすいのかなと、思ってます。だから例えば、たまに混乱するのよね、万博が今8年後ということだと2025年やけど、これ元号でいくと、平成30、36年とか、それがまた元号変わると何新しい元号の何年とかなるんでね、このこう役所というのは継続していろんなことをやっていくわけなんで、やっぱりその仕事のタイムスケジュールをこう把握するためには、いろんな資料でも元号と西暦がもう両方出てくるっていうのもこれややこしいんで、ちょっと西暦でいこうかなとは思いますね、そういう仕事上のタイムスケジュールを固めるときは、それ今後その府の行政の運用の中で、これでいきますという指示を出されること程度、今聞かれたから初めてずっと思っとったよ。だからこれも会見で言ってるんで、まあちょっと検討してもらいます。新しい言語に合わせてとか、そういう、いや、もうそういうのじゃなくて、仕事上こういかにそういうタイムスケジュールを管理できるかと、分かりやすくしようかということでいくと、やっぱり西暦なんかな。じゃあ、林家で今年中にやったりと思ってる感じですか。こんなんもう書類上の話なんで、もうすぐやれるかなと思いますけどね。これまだこういうこと言うと、言語を軽んじてるわけじゃないんでね、朝日新聞またこういうこと言うと、言動軽んじ、いや、これ産経側が言動軽んじよったっていう話になるのかかもしれないけど、軽んじているわけではありません。ありがとうございます。関連して、毎日直樹です。先ほどの話ですけれども、やっぱり国はですね、なんだかんだ言って平成何年で仕事をされてる、で国と府の関係もいろいろあると思うんですけど、要するにこれはもう国も都道府県もですね、全部まとめてなんかやっていくような必要もあると思うんですけど、その辺国に対して今後要望したりとかはお考えはありますでしょうか。いや、まあこれはあくまでも事務的な日程管理としてね、僕はそう思ってるということなんで、いや、まあ、そのぐらいはね、西暦と元号と、このちょっと考えたら分かることやんって言われたら、まあそうだろうしね、で僕はもう、すっとこう、なんていうかな、そういう事業の、タイムスケジュールをきちっと分かりやすく、みんなが共通で、理解できるんやったら、そっちに一つに絞っておいた方が分かりやすいかなと、こう思ってるだけなんで、まあ別にその大阪府がこうするから国もやりなさいというような、そんな大層な話でもないと思いますね。他に、読売新聞西山です。今のでちょっと同じ点なんですけど、
例えばその西暦で統一したら今日の発表資料とかもですね、平成28年度大阪府地震というふうに書いてますけれども、2016年度に資料は統一するとか、そういうことを考えていくことでしょう。いや、これは別に会見項目は28年度のいろいろその単年度でやってる話を言ってるわけなんで、単年度のことは別にその、言語であれ西暦であれ分かりやすいんですよ。要は3か年事業とか5か年事業とか、例えば万博はこれから8年先、それから、IR はまあ6年ぐらいで仕上げたいとか、そういうのは工程管理するときに西暦の方が分かりやすいんじゃないのと、言語よりも、そういうふうに思ってます。要はその負の資料で出すときに言語はもう使わずに、ね、西暦に統一しますとか、そういうことではないんですか。まあ、だからさ、内部のタイムスケジュールを管理するのは西暦でやる方が分かりやすいということです。まあ、その出す資料によってもいろんな資料があるわけですから、今年ほな平成29年度予算書のね、表紙を別に西暦何年度予算ってする必要ないじゃないですか、単年度なんやから。だから今年4月に予算が出来上がったやつは平成29年度予算として出しますよ。これは単年度の予算書なんで。でもその中において工程を管理しなければ、タイムスケジュールを管理していかなければならない事業があります。そういうのは、例えば2016年の12月に、IR 基本法が通りました。これを今度実施法は2017年の秋ぐらいをやっぱり目処と、1年ですからね、目処としようよと。今度その時点で、例えば事業者決定は2018年度、当初とか最初とかね、初期段階とか。これバラバラでやってたら分かりにくいじゃないですか。平成2016年だから今話しててもややこしなのが、平成2016年に IR 基本法が通って、で実施法は平成29年になって、で事業者を決定するのは今度2018年って言ったら、この日程を管理していく上でこれ一つにまとめた方がいいでしょ、西暦やったら西暦で。で言語はやっぱり変わるわけですから、だから役所の中の日程を管理していく、こう工程管理していく上では西暦が分かりやすいかな。でこの IR とか万博っていうのはやっぱり世界ともこのいろいろ話をしていくわけで、理解を求めないかんわけでね、そういう時にはやっぱり西暦でしょ、世界は。だからその方が世界の皆さんにも伝えやすいんじゃないかと、ないかなと僕はそう思いますね。わかりました。はい、他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、それでは政務に関するご質問をお願いします。はい、お願いします。選活動費のことでお伺いしたいんですけれども、大阪府の柏市議のですね、市の会所属の、山本議員なんですけれども、自ら選活動費でリースしたコピーを使って、自ら生業としている、事業に応募していたのではないかという疑惑が上がっているんですが、それについて代表のお考えをお聞かせください。いや、もう、全く、ダメですね。そういう疑惑を持たれる時点でもうダメなんで、でのこれは幹事長のところで、彼に対しての処分というか、ね、そういうのを今やってもらってて、で本人はもう辞めるということで、維新の会に対しては離党するということを本人から言ってきてるらしいです。だからでも僕はもう、そういうふうに疑念を持たれた時点でね、徹底的に我々は全体会議、また各議員団の会議でも、その政務活動費についての透明性はもう幹部から口酸っぱく言ってきた中でも、そういうことをしたという事実があれば、もうこれはもう政治家はもうやめた方がいいんじゃないのと僕はそう思いますね。
ただまあ、これは処分は、党としては処分しても、辞める辞めないは本人なんでね。うん。でもまあ、今、そういう形で、幹事長のところで対応してもらってます。関連して、まあ、離党を認めれば、特にその調査する必要はないとお考えなのか、もう離党させる前に、やはり党としてですね、調査も含めて、この問題について、まあ、向き合っていますか。これ、聞き取りはやってます。ええ、ただ、聞き取りの内容は、要は、なりわいの仕事はしていない。ただ、そういう近所のに配るそういうこう書類のコピーをしたと、まあ本来は、成長費とは別で、あるべきものの印刷をしていたと。で、なりわいの部分はやってないと。そういうまあ、うん、そういう、言い訳してましたね。幹事長に言っていうんです。それも代表に。それは幹事長がやってくれてます。うん、分かりました。これは幹事長方の仕事なんで。はい、山本議員に関連、関西テレビです、うん。山本議員に関連しまして、代表は疑惑を持たれている時点でダメとおっしゃいましたが、うん、その政務活動時、その、自治会の資料ですとか、後援会に配布する資料についてはもう返還すると自分で意思示されているので、その時点についてはもう疑惑ではなくて、まあ、不正に、まあ、当たるのかなと思うんですけど、それ自体はどう？でもそれダメです。だから本人も分かってやってたってことでしょ。間違いじゃなく故意やったわけでしょ。うん、もうだからその時点で僕はまあちょっと政治家としての、ちょっとけじめつけるべきだと僕はそう思ってます。よろしいでしょうか。はい、ご了承いたします。ありがとうございました。